が死んだと思えばいいんだから。うん、で君は幸運にもいい奥さんもらってるから大丈夫。で、あともう一つ話したいのは、これ出会いなんだよね。だからこれから入職したい人たくさんいるけど、出会い大事にした方がいいの。で、この子はね、あの脊柱生、脊柱にずっと通ってたのよ。うん、であまり向かないんじゃないかとかっていろいろ思ったんだけど、この子可愛いから結構女の子にモテるんだね、年の割には。それでまあ、あのこっちの方に来て、で縁があってね、中飛んで、で、まあ、村田やなんかがいたりして、でこの縁をねすごく大事にしたのがいいと思うので、ここのさっき言ったように、あの牛舎周りの土地は狭いんだよね、すごく狭い。でそれでちょっと多少躊躇する面もあるんだけど、それも縁でここで定着することによって、周辺の人たちがね、あの土地を貸して貸してくれたりまとめてくれたりしてくれるんで、もうでまあどっかで縁があって、その縁を大事にしていけば、あの新しい道が開ける。でむしろね、君たちはあの選ぶことを考えるけど、選ばれる人になった方がいい。うん、で選ばれるは、うん、基地がきちっと道が整えられて、それをしっかりこうやってあの歩んでいけばね、いいと思う。でここはあのこれから下車みたいに装置見て、決していい装置ではないし、土地も狭いけれどもきっと良くなっていくだろうと思って、でこの子の偉いのは、あれ縁をねしっかりこうやって自分の将来の元杖にしたってことと、まあ、その縁でまたね、想像もしないいい奥さん、あとで育成見るんだけど、地元の人がね、いやここの育成いいってみんなが言う。で僕もね、雰囲気来た時にびっくりするぐらい、